私たち、れいわ新選組が今回です、ね、でさまざまなところに5つの選挙区、そのうちの1つは私自身がこれ、候補者になっているものですけれども、そのほかにも比例でも9人の魅力的な候補者が、これ、立候補しております、何人を国会に送れるのかということが非常に自分の中でもワクワクしながらも、どうなるんだろうかという気持ちですけれども、どのような結果が出たとしても、私たちは前に進むしかない、そう考えております。